夏は雑草が茂る時期。今日は草刈り機と鎌を使って私がいつもどのように草を刈って整理しているかを紹介します。こういう状態になってます。こっちが畝で、ここが畝間、境目が分かんないぐらい草が生えてます。これをどうやって効率的に草刈りしていくかをいつも考えてやっております。ではそれを紹介していきます。はい、どうもカービィです。6月の27日ですね。今日はですね、この、まあ、今紹介した通り、この畝のところが、夏野菜、トマトのスピーマンなどですね、まあ、キュウリとかになってくるとまたちょっと違うやり方になるんですけれど、このまっすぐ上に生えるタイプの畝の草刈り、あとは畝間の草刈り、手入れをどういう風にやってるかを今日は紹介していきます。で、使うのは、いつもね、私がやってるのはこの草刈り機ですね。刈り払い機。と、鎌。まあ、使わなくてもいいんですけど、手でもできます。鎌使う場合はこういう小釜。草引き釜と呼ばれるタイプか、ノコギリ釜などがいいです。一応切れ味があるものを使います。なぜかというと、結構硬い草、ヨモギとか、ヒメムカシヨモギ、あとはセタカワタシソウなんかね、あとは宿根性のもので、切れ味がないタイプの釜だとちょっとしんどいものがあるんですよ。で、そういったものを切るためには切れ味がある小釜かノコギリ釜を使っています。うん。ということで、この草刈り機と小釜を使って、小釜もしくはノコギリ釜などを使った、夏野菜の畝と畝間の草刈り手入れのやり方を紹介していきます。手順としては、まず草刈り機をかけるんですよ。うん。で、これ畝間だけじゃなくて、畝の上もこれをある程度かけちゃいます。そんなやり方を説明します。で、その、畝間と野菜が生えてる生え際を草刈り機で刈るんですね。で、野菜って、と野菜の間、例えばピーマンとピーマンの間のところを手とかこの鎌を使って刈っていきます。はい、じゃあそのやり方をね、実際にお見せしていきます。実際に草刈り機をかけている様子を紹介しながら解説をしていきます。まずはですね、この草刈り機の刃を、なるべく地面に沿わせて地面を削るぐらいの気持ちで、かけていってます。こうグワン、先端をね、こう畝の、畝間の形に合わせてなぞるようにしてかけています。こうやってね、土の表面ちょっと削るぐらいの感じでやってます。これをするとね、チップ層の刃が、削れて切れ味が落ちやすいんですけれど、まあ、そこまでね、悪くはなりません。ただ、石とかが多い土でこれをやると、かなり土が、刃が削れたり、あるいは、小石を跳ね飛ばしてしまって危険なので、石が多いところではこのやり方をお勧めできません。まあ、普通の土でもね、あんまりお勧めしたやり方じゃないのでね。そういう時は、地面を削るまで行かずに、なるべく地面ギリギリの草の生え際を切るようにやってみてください。で、まずは畝間をきれいにしていっています。で、この時のコツは、刃を、なんていうかな、地面に対して水平じゃなくて、ちょっとね、斜め30度ぐらい傾けて切ってるんですよ。そうすることで、土をね、根っこの生え際から削っていってる感じになります。はい。まあ、なんとも言うけど、あんまりおすすめじゃないですよ。私はこうやってるよっていうだけで、プロの方に怒られちゃうんでね。はい、続いて、畝間が終わったところで、今度は、野菜の生え際のところを刈っていきます。これのコツはですね、まあ、なるべく、これのコツはですね、もう野菜植えるところから始まっていまして、なるべく一直線まっすぐに野菜の苗、ナス、トマト、ピーマンなど植えるというところですね。これ、ね、背が伸びてくるとトマトね、なかなか使いにくいんですけれど、そんなに背が息伸びない、ナスとかピーマンにはこのやり方がかなり有効ですね。で、一直線に植える。で、一つの畝が私の場合1メートル20センチぐらいの幅で作ってあって、そこに2列で植えることで、畝の片側と、野菜と野菜の間ですね、にも、草刈り機を入れることができます。とりあえずね、これになってくると中上級者向きになってくるので、気をつけてください。うっかりやると野菜そのものを刈り取ってしまいます。私も時々やってしまうんでね。うん。で、まず、畝の片側を、肩の方ですね、刈り取ってから、今度は中央側をかけていくわけです。で、この真ん中の方は、これはさらに難しくなるので、できなければやらなくてもいいと思います。特に、この野菜の間隔が狭かったりすると、野菜を刈り取ってしまうことになるので、これは、野菜と野菜の間隔、上間っていうのかな。上間を幅広く取ってる場合には、このやり方ができます。30センチ以上、まあ、30センチじゃダメだ。50センチぐらい開けてないと、このやり方はなかなかうまくいきません。はい。
というところで、ということで、植えるところからすでにこの管理方法を見越して植えていかないと、うまくこれはね、はまらないので、今年もできないよという方は来年よかったらこれもね、含めて、畝の作り方、定植なんかをやってみてください。はい、これで、あとはこの隙間ですね。ここは手か鎌を使って取っていきます。この肩とね、真ん中やる自信がなければ、畝間だけやってください。で、この刈った草はですね、この畝の肩に寄せておくのでもいいんですけれど、まあ、風通しと日当たりが悪くなっちゃうんで、こう、またね、ちょっと余裕があれば、畝間の方に落としておきます。こうやってね。で、ここで枯れさせてボロボロになったら、この畝のね、上に置いてあげるっていうのがいいと思います。この草がしっかりした状態でこういう風にナスとかピーマンとかの脇に置いちゃうと、これで風通しが悪くなったりして、ここがね、虫の温床にもなりやすいので、あんまり良くないんですよね。なので、特にこの梅雨時期はうっすらと地上表面に何かある程度にしといた方がいいので、あんまりここに積み重ねずに、畝間に戻しておくくらいがちょうどいいです。じゃあ鎌使ってやっていきます。はい、じゃあここまで来たら仕上げですね、やっていきます。で、手袋は必ずした方がいいです。ちょっと強い草、芝なんかの節で手がし、あのね、手が濡れた状態で芝とかのちょっと硬い草の節をグッてやった時にスパッと切れちゃったりする場合もあるので、手袋は必ずしましょう。あとね、土でね、指先が汚れて黒ずんだりするのでね、そういうの予防にも手袋は必須です。で、手でこうやってむしってもいいです。で、この何気なくやってますけど、この手の動きって結構重要で、私こうやって掴んでます、草をね。指2本。こっち側でやった方がいい。こういう感じで掴んでるんですよ。もちろんね、5指全部使ってこれでもいいんですけど、これだと細かい動きはできないし、一番力が強いのってやっぱりここの上3本の指なんですよ。だから、細かい隙間の草取りするときは私はこうやって虫ったりします。あとは、小指使うときはこうやって、この動きで草むしたりしてる、むしったりしてるんですよ。ちょっとしたテクニック的な話なんですけど、草を掴むでしょ？この時に5指全部使うときは、この葉っぱが見えないな。こう掴んで、小指からグッとやってむしったり、あるいはこの指2本使って、こう、で、ひねるんですね。こうやって。こういう動きをいろいろやってます。まあちょっと、やりやすい動きを自分なりに研究してみてください。そんな感じで、まあ、草のむしり方にもいろいろコツがあるよという感じですね。まあ、結構こうやってね、指2本。この状態で中指を地面につけて、こうやって根っこの生え際からですね、むしったりしてます。まあ、指の力が一番強いところをなるべく使ってますね。これは小指だとね、ここまで力がしっかりかからないんで、特に粘りが強くて抜きにくい草なんかを抜くときはよくこうやってます。はい。で、これでも、やっぱね、こういう風にイネ科の雑草の根っこが残ったりするんですよ。で、やっぱ生え際、成長点から下から取った方が再生が遅くなるので、そのためにこの小釜を使うわけですね。この土を削る、土の下にくぐらせて根っこを切るようなイメージで刈り取ります。はい。で、この、まあ、いろんな動画でも言われてますけど、この、成長点がだいたいこの根っこと茎の間にあると言われてます。これの下から刈ることでもうこれ再生してこないんですよ。根っこしか残ってなかったら、ね、再生してこないんで。で、こうやって、この先端をこう突っ込んで、根っこと茎の境目、ちょい下側の根っこ側を切っていく感じで、草刈りしておくと再生が遅くなります。はい。ね、これね、さっき研いだばっかりで非常に切れ味が復活してるいい小釜なので、ね、すごいサクサクやれるんですけど、こんな感じでやります。で、こうやって土をどかしてしまうと、なんていうか、また雨とかに叩かれて悪くなっちゃうんで、これでサクサクに戻したやつを、サクサクになった土をこうやって元に戻しておきます。はい。で、この時に表面にうっすら草が覆うぐらいがちょうどいいです。これがこんもりこんな感じに積も、
ちゃうと、ここが虫の温床になったり、湿気が溜まって、まあ、カビが生えやすかったりね、あとはナメクジとかが、あとナメクジ、ダンゴムシ、野生なんかが住み着きやすくなるので、ここまでしない。刈り取ったやつを、こう、撫でて戻す程度にしていきます。この、草取りと、草刈りのやり方で、仕上げていってますね。まあ、なので、再生を遅らせるという意味では、やっぱ小釜を使うのがベストですね。ノコギリ釜でもいいんですけど、やっぱりこの横に刃がついている小釜の方が、地面を削る作業には向いております。はい。こんな感じで。で、これも慣れないうちは、野菜と野菜の間は手でやった方がいいです。どうせ野菜と野菜の間って、かなり強めの日陰になるので、ここ草は再生しにくいんですよ。なので、だんだん弱い草になってきますからね。うん。小釜とかを使い慣れてないと、やっぱ間をやった時に、サクッと切っちゃったりしますからね。で、あとは小釜で自分の手を切らないためのコツとしては、まあ、慣れないうちはまず手を下げておく。で、鎌だけでこうやる。で、慣れてきたら一緒に動かせばいいんですけど、これちょっと難しいんですよ。まあ、軍手してればそんなにざっくり切れることはそうそうないんですけど、まあ、どの範囲に鎌が動くかちゃんと把握しておくのと、あとは、まあ、慣れないうちは草を掴んで一緒に引く。鎌と手をこう連動させる。そうすれば、絶対切れません。鎌で手を切ってしまうっていうのは、鎌を振っていて手が動いてなくて、この振った鎌が手にカンって当たった場合、これで切れるんですよ。なので、鎌と一緒の動きをさえしていれば、絶対に手は切れません。はい。で、いろいろ慣れてきたら、その複合でこんな感じで動いてやれるんですけれど、刈った草を開いてどかすとかね。で、ついでに刈って、この辺をまた上に戻すとかできるんですけど、慣れないうちは、あんまりいっぺんにやらない方がいいです。一個一個の作業で慣れていって、それの組み合わせでやってください。まあ何にせよね、手袋をしっかりはめておけば、そんなに怪我することがないです。心配だったら、軍手を二重とかにしておけば、よほど、鎌が当たっただけではよほど切れません。うん。よっぽどいい鎌、よっぽど切れ味の鋭い鎌じゃなければね。はい。はい、こんな感じで、刈ったところに戻して、で、これで完成ですね。で、野菜と野菜の上管ですね。上管をやってない場合は同じような作業を、まあこうやって入って、私の場合やってます。この上管に収まって草刈りができるようにするためにこの間隔をまあ50センチ60センチ空けてるわけですよ。もっと言えば畝そのものの幅が1メートル20センチぐらいあるわけですね。はい、でこうやってザクザクと削って引っかいておく。でこうやって、ね、土の表面削るってことはこれがね中耕作業というかちょっと土をほぐす役割にもなったりします。はい、これでね、根っこにまた酸素が行きやすくなったりするといいんじゃないのかなと思います。こういう作業をね、やっております。はい。まあ、参考にして、よかったらやってみてください。草刈りする前はこんな感じです。で、それが草刈りをしたらこういう風になります。はい。まあ色味が変わりますね。草刈って地面に置くんで茶色くなります。茶色くなって枯れ草の色ですね。って感じ。はい。すっきりしました。
で、こういう風に風通し日当たりが良くなればね、あとは今雨もね、週1回2回降ってくれるんで、ぐんぐん成長する時期なんですよ。で、この時期は、野菜も伸びるんだけど、それ以上に雑草の成長の方が早い時期です。なので、まだ日短いし、そんなに伸びてないからいいかなって思ってる間にガンガン伸びるんですよ。なので、野菜と同じかちょっとまあ追いつきそうだなってぐらいで草刈りをしておくのが、この時期、梅雨時期にぐっと成長させるためのポイント、コツだったりもするんで、まあ、早め早めのね、除草と、その後の再生しにくい草刈りをしておくことをお勧めいたします。ナスできてるね、一番果。一番果でも結構美味しいですよ、この時期にとれば。あ、ナスの一番果はもう早めに取ってください。はい。最後にちょろっとね、トマトだけ移しておこうかな。トマトとか、できてきてるから。はい、この辺、中玉トマトですね。ボコボコできてるよ。ほい。生きてきてます。もうね、一番果はね、熟して食べたりしてます。カメムシがいるね。ほっとこう。これちょっと割れちゃったやつはもう捨ててます。はい、これマティーナトマトっていう中玉のトマトです。結構できてますね。支柱の立て方はまた別動画で紹介します。これアロイトマトだ。アロイトマト、ちょっとレアなトマトですよ。固定したね。いいですね。大玉トマトもね、この苗植えっぱなしで結構できるんですよ。で、支柱に誘引とかして結んでないですかね。これはね、また今度動画にします。はい。そんな状況です。結構順調です。今年はとにかく雨がしっかり降ってくれるんでね。もう植えた後はほぼほったらかしというか、まあ草取りさえしっかりやればどんどん育っていってくれております。雨がいいね。いい感じで降ってくる。キュウリはね、もうどんどん取れてますよ。いっぱい取れてる。こっちも草刈りしなきゃいけない。はい。ということで、よかったら参考にしてみてください。ここね、草刈りかけだったんでね、結構綺麗な感じになりました。終わり。